ジュリエッタ・シュミオナート、1955ジュリエッタ・シュミオナートは、イタリアのオペラ歌手。1930年代中頃から1966年の引退まで活躍した。ドラマティックな役柄とコミカルな役柄のどちらでも力強い歌唱で、賞賛された。レ化カレコードを中心に、レナータ・テバルディ、マリオ・デル・モナコ、エット・オーレバ・ステアニーニーに立ちと多くの録音を残した。 日本でも NHK のイタリア歌劇団公演に第1回から第3回まで参加し、アイーダやカバレリアルスティカーナ、カルメンなどでの名称で日本の聴衆に後年まで語り継がれる名歌手である。晩年 NHK のテレビ番組でミニョンの一節を歌う映像が流されたが、90歳を過ぎてもなおオペラ歌手としての発声のフォームを維持していた。イタリアのフォルリで生まれ、 ロビー校及びパドバで学んだ。1928年モンタニアーナでオペラ舞台へのデビューを行う。1936年ミラノスカラザで初舞台を踏み、同年から1966年まで常連出演者となる。しかし、戦前のスカラザではファシスト等心派の歌手が徴用されたため、シミオナートはその実力を認められながらも、 なかなか主役としての目が出ない時期を過ごした。戦後は芝叩く間に活躍の場を広げ、1948年のスカラザでのミニョンの大名役で大成功を収め、名実ともにスター歌手としての道を歩み始める。1953年ロイヤルオペラハウスに初登場し、ここでも1963年から1965年まで定期的に登場するようになった。 1959年には、メトロポリタン歌劇場にも、イルトロバトーレのアズチェーナ役でデビューしている。1947年には、エディンバラ音楽祭に登場し、サンフランシスコ歌劇場、サンカルルシ国立劇場、シカガ、シミオナートは、グルックのオルフェオとエウリティーチェから、ロッシーニのロジーナとアンジェリーナのシャルロッテ、さらにはカルメンに至る広大なレパートリーを持っていた。 主な当たり役としては、の大名役、のアムネリス、のエボリ工場、のサンティッツァ、の V4 コーヒーなど。日本でも1956年と1961年の NHK イタリア歌劇団公演で歌ったアムネリスは、王女としての気品を持った歌唱として、エベスティニャーニと並んで称されている。そのパイプオルガンのような法令で、ビロードのような声の響きは、 極めて高度な発声の連度に支えられ、群衆のシーンでもシミオナートの声を容易に聞き取れる、明晰さを与えている。そのひるいない音楽性は、役柄に没入した白身の演技力と、オペラ歌手としての表現力が一体となった、オペラ歌唱の理想像を具現化していた。2010年5月5日に死去。100歳の誕生日の7日前だった。イタリア文学者の竹谷直美は、 1959年小学生の時に来日したシミオナートを聞いて感激し、文通をはじめ、15歳の時来日したシミオナートに会兄弟大学院でイタリア文学を学んだ後、イタリアへ留学した。その経緯は、竹谷のカルメンの白いスカーフ歌姫シミオナートとの40年に詳しい。特に印象的な歌唱として以下の録音が挙げられる。 ありがとうございます。